サクランボはバラ科サクラ属に分類される落葉高木が実らせる果実。サクランボの系統は東アジア系、ヨーロッパ系、アメリカ系の3つに大きく分かれていますが、日本では寒夏黄桃とも呼ばれるヨーロッパ系の品種が多く栽培されています。樹高は低い品種で1メートルから3メートルほど、高い品種になると30メートル以上まで成長します。3月から4月頃には桜に似た白やピンクの花を咲かせます。開花期は春ですが、さくらんぼの収穫期は夏。さくらんぼは人気のフルーツとあって品種改良が盛んに行われており、全世界で1000種類以上と言われています。そのうち日本では寒夏黄桃を中心に30種類くらいが栽培されています。サクランボの種類としては佐藤錦が有名ですね。国内で最も多く生産されている品種で、ヨーロッパ各国で栽培されている品種ナポレオンとアメリカ原産の木玉を交配してできたものです。名前は交配育成した山形県東根市の佐藤英介さんにちなんで名付けられました。サクランボの花の匂いは独特ですね。白木蓮は別名白蓮、白蓮華とも呼ばれています。つぼみの時は銀色の毛で覆われ、白い美しい花を咲かせます。開花時期は3月から4月で、白木蓮の枝物は1月末から出回り始めます。木蓮というと紫色の下蓮のことを指すのが一般的です。下蓮の花丈は5メートル前後ですが、白木蓮は分類的には高木で数十メートルサイズになる木です。開花時期は白木蓮の方が下蓮より若干早く開花します。まだ七分咲きほどですが、青空に映える白木蓮は壮観でとても美しいです。私の大好きな花のうちの一つです。この花びら数千個くらいはありそうです。散った後の掃除は大変でしょうね。綺麗な花の命は短いものです。いつまでも咲いていてほしいのですが。青空に浮かぶ白い花は清々しくて本当に綺麗です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。